12月17日のリビングライフの時間です。私はウェスレアンホーリネス教団玉川キリスト中央教会の本間隆弘と申します。今日は代わりに戦われる主に戦いを委ねましょうというタイトルで詩編の35編をご一緒に味わってまいりましょう。詩編35編1節から18節。主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってください。盾と大盾とを手に取って、私を助けに立ち上がってください。槍を抜き、私に追い迫る者を封じてください。私の魂に言ってください。私があなたの救いだと。私の命を求める者どもが恥を見、癒しめられますように。私の災いを図る者が退き、恥ずかしめを受けますように。彼らを風の前のもみ殻のようにし、主の使いに押しのけさせてください。彼らの道を闇とし、また滑るようにし、主の使いに彼らを追わせてください。まことに彼らはゆえもなく私に密かに網を張り、ゆえもなく私の魂を陥れようと穴を掘りました。思わぬ時に滅びが彼を襲いますように、密かに張った己の網が彼を捕らえ、滅びの中に彼が落ち込みますように。こうして私の魂は主にあって喜び、見救いの中にあって楽しむことでしょう。私のすべての骨は言いましょう、主よ、誰かあなたのような方があるでしょうか。悩む者を彼よりも強い者から救い出す方。そうです、悩む者、貧しい者を奪い取る者から。暴虐な商人どもが立ち、私の知らないことを私に問う。彼らは善に変えて悪を報い、私の魂は見捨てられる。しかし私は、彼らの病の時、私の着物は荒布だった。私は断食して魂を悩ませ、私の祈りは私の胸を行き来していた。私の友、私の兄弟にするように私は歩き回り、母の喪に服するように私はうなだれて泣き悲しんだ。だが彼らは私がつまずくと喜び、相集い、私の知らない攻撃者どもが共に私を目指して集まり、休みなく私を中傷した。私の周りのあざけり罵る者どもは私に向かって歯ぎしりした。我が主よ、いつまで眺めておられるのですか。どうか私の魂を彼らの略奪から、私のただ一つのものを若い獅子から奪い返してください。私は大きな改宗の中であなたに感謝し、強い人々の間であなたを賛美します。私たちの日々の歩みの中にはさまざまな戦いがありますけれども、この一節のように、主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってくださいとはすぐに言えない自分であるなということを思わされます。自分でもがき、自分の力で何とかしようとし、そしてそれがダメだと気づいて、やっと主を助けてくださいというような、そのようになかなか祈りの手を挙げるのが遅いものであります。十節にはこう書いてあります。主よ、誰かあなたのような方があるでしょうか。悩む者を
彼よりも強いものから救い出す方。そうです、悩むもの、貧しいものを奪い取るものから。ここに書いてあるのは、私たちにさまざまな攻撃をしてくるものは私たちよりも強いという現実です。私たちもそのような日々の戦いの中で自分の力の弱さ、自分がそれを克服できない、勝つことができない、そのような弱さの中で挫折感を覚えたり敗北感を覚えることがありますけれども、すぐに主に助けをまた祈り求めない、そのような弱さもあるかもしれません。聖書にはさまざまな人々が本来勝つ力がないのに神様の力によって不思議に勝利を収めたという物語に満ちています。この詩編もダビデによる詩と書かれていますけれども、ダビデ自身が、もちろん彼は大将軍と言われましたけれども、しかし石を投げてゴリアテに勝利をしたり、またさまざまな戦いに勝利する場合にも神様の力によって勝つということをむしろダビデは分かっていた人物であるかもしれません。ギデオンという人物もいます。多くの兵士で勝つと、自分の力で勝ったと思うといけないのでということで、神様は戦う兵士を300人にまで減らされました。しかし神様の力によってその300人で勝利を得ていくのであります。神様が戦われるというのは、本来自分では勝てるはずがないのに、しかし神様の憐れみによって勝つということですね。私自身も自分の成長、霊的な成長というものを願っていますけれども、しかし時に誤解してしまう、成長に対して間違ったイメージがあるのかもしれないと思うことがあります。それは私たちが霊的に祝福され、強くなると、自分の力で勝つことができるようになるというイメージですね。今はやっとギリギリ神様の恵みによってなんとかやり過ごさせていただいたけれども、やがては余裕を持って常に力強く、もちろん力強く余裕を持ってという恵みも神様が与えてくださるかもしれませんけれども、しかし私たちの成長というのは、いつしか神様の力もいらなくなって、自分で一人で立てるというような意味での成長ではありません。むしろどんな時でも、どんな戦いでも、またより強い、そういう自分の力では全く太刀打ちできない、そのような課題が起きてきた時に、神様にさらに大きく信頼し、さらに神様に大きく助けていただいて、その場所を、その問題を切り抜けていく、そのような信仰が私たちに与えられていくことが成長ということができると思います。そういう意味で私たちは、神様が私たちの代わりに戦ってくださる、そのことをもっとまた学び、また喜び、そしてその現実を求めていくものでありたいと思います。私自身もまず自分の力で、そのようについしてしまっていることを思います。そして気がつくと八方塞がりになっている、そしてやっと祈りの手を挙げるというようなものであります。使徒言行録ではなくて使徒パウロですね、コリントの第二の手紙の1章8節9節にこのようにパウロは言っています。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。パウロでさえ本当に信仰によって歩み、宣教活動を続けたであろうパウロでさえ、
その困難に直面して、いよいよ神様をより頼むことを学ぶようになったというふうに言うんですね。それまでパウロが神様をより頼んでこなかったという意味ではないでしょう。しかし私たちはさまざまな経験を通して、この戦いは神様に戦っていただかなければいけない、この戦いは私ではなくて神様に完全により頼まなければならない、そういったことをその都度その都度学ばされ、そしてその都度さらに大きな神様の恵み、また憐れみというのを経験していくのであります。代わりに戦いを戦ってくださる主に私たちの戦いを委ねてまいりましょう。今日のこのリビングライフの御言葉からのページの上の段の方にこのような言葉が書いてあります。世との戦いに耐え抜くことはできないことを悟るとき、初めて私たちは神にすべてを委ねるようになります。私たちがこのように生きて自分の力ではダメだ、そのときに悟ったときに、私たちは神様にすべてを委ねるようになるのだと。ですからそのような困難な経験をしても、それを何か良くないことが起きた、不幸なことが起きたとは思わないようにしましょう。なぜならばその困難を通して私たちは主により頼み、主が大きく働かれるという恵みを経験するのですから。お祈りをします。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたに頼る、そのことに気がつくのに遅いものであることを改めて思わされ、悔い改めます。しかし主よ、憐れみ深いあなたはこの地においてさまざまな戦いを戦う私たちに、あなたのやり方で勝利を与えようと私たちが祈るのを、私たちがあなたの御前に進み出るのを待っていてくださることを感謝します。その主の懐に早く飛び込んで、そしてあなたの御手の中で一つ一つの事柄に向かうことができるように、またこの日も導いてくださることをお願いします。とうとうイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。Thank you.